こんにちは、ワンフォール候補生の上原さとです。今日は性格診断テストということで MBTI テストっていうのをやっていきます。頑張れ。 MBTI テストとは、質問に答えることで16タイプの性格パターンの中からあなたの性格を分析分類します。 MBTI テストはアメリカでも最もポピュラーな性格診断で、自分の性格を深く理解することができたり、他者との相性を考えたりすることができます。 MBTI テストで自分の性格を調べてみましょう。はい、調べてみましょう。調べてみましょう。ちなみに朝とやったことありますか？ない。初めて MB って初めて聞いた。緊張してきた。楽しんでいこう。いきます。よーいスタート。始まりました。まずは12分以内に終わらせてください。そして、はい、正直に答えてください。たとえ答えが気に入らなくても自分の思ったことを直感でお願いします。はい。あとはできるだけ中立の答えは避けてください。はい。順応性があるというよりも系統立てて物事を進められることの方が自分にとってはより重要である。注目の的となることが気に入らない。いや、注目者の方がいいよね。それは嘘。誰かを相手に腹が立つということはめったにない。ない。あんまり腹立たない。忘れちゃう。じゃない、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 ない。旅行に行くときはかなり計画を練る方。いいえ、行きたい。旅行行きたい。行こう。他人の感情に共感することは難しいと感じることがある。いや、ないかな。優しい子です。ありがとうございます。他人のことを羨ましく思うことがあります。そうなんだ。うん、なさそうなの。めっちゃ誰かが自分の E メールにすぐ返信しないと何か誤ったことを言ってしまったのではないかと心配し始める。俺めっちゃするよ。そうなんだ。うん、もう終わった。あと何問ぐらいで、あと半分。え、やばいやばいやばい。急いで急いで。あと何分？あと4分。12が8。やばい。感情を支配するというより感情に支配される方である。はいはい。それははい。存在理由、人間の存在理由について考えることがある。はい、はい、めっちゃ考える。悩んでる。16歳悩んでるじゃん。ちゃんと悩む。16歳ちゃんと悩んでる。自分の所持品を誤った場所に置いてしまうことがよくあります。ある。それはある。何かを行うときは時間切れ切れになるまで物事は先送りにする。それはそう。はい、それはそう。ストレスのある状況では非常に不安を感じる。はい。他人に好かれることの方が権力を持つよりも最も向かわれると考える。はい。本、アート、または映画、それのなどの方にはまらない。3、曖昧な物事に。1、はいはいはい、終わるよ。ソーシャルな状況で終わった。終了。お聞かせください。ブルーチャルバブルー。全然合わない。INFP 仲介者タイプということです。イエーイ。理想を追い求めるアーティスト、詩人肌で親切な利他主義者。いい物事のためならいつでも懸命に手を差し伸べる。だっていいこと言ってくれるじゃん。口調、強い感受性と情熱を秘めるアーティストタイプだって。最高じゃん。めっちゃいい。確かに。陥りやすい落とし穴。批判。批判を個人的に受け止め傷つく。確かに。うん、ちょっと傷つくかもしれない。それはそうかも。理想が高すぎて現実できず自己嫌悪。うわ。まさしくそれ。まさしくそれかもしれない。もうめっちゃ当たってるじゃん。ね。怖っ。90% 当たってます。だいぶ性格とか出てるのではないでしょうかっていう。優しいですか。優しいです。やっぱ感受性が豊かなのかなっていう。自分の本性を暴かれたっていう感じ。そんな 90% って言ってる人が。超恥ずかしい。 90% って言ってる人が。超恥ずかしい。ということで自分は INFP の仲介者タイプというタイプでした。イエーイ。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。